ょっと聞きたいことがあるんですけど、社長。はい。僕たちもすごくどうしようと思ってたことなんですけど、はじめ社長、24歳じゃないですか。うん。で、僕たち今24歳。うん。で、23、23。うん。哲也は23、としみつ23。あ、24か。なりました。私24になりました。はい、あ、じじいやん。なんですよ。おめえがガキなんだよ。じい、はい、どうぞ。で、我々は社長に敬語を使った方がいいのかどうかってことなんですよ。え、使わなくていいと思うよ。なんかそう、僕はすごい社長と同い年ってイメージがあるので、確かに。ちょっとなんかタメ口を聞いてたかもしれないです、今まで。それは申し訳ないです。でも、でも、むしめはわかるよ、同い年だから。そう、で、哲也は年下じゃないですか。確かに。で、哲也はよく聞いてると、社長に敬語を使ってるんですよ。確かに。で、としみつは、としみつはその中間行ってるんですよ、なんか、たまに敬語で、みたいな。なるほど、なるほど。これちょっと、ここらでバシッと決めていただけると、助かります。でもなんか、てつやも敬語のイメージだもんね、昔から。覚えてますでしょうか、3年前。まあ、ほっちゃんに、なんかもう、これから敬語なしみたいになって、タメ口になったんですよ、って言って、この木に、ちょっと、どうですか、みたいな話をしたんですよ、うん、3年前に。うん、ダメ、敬語って言われて結構いろんな人なんか仲良くなってタメ口になったりしてるんですよ。ああ、確かに。社長だけだもんね。けなげに守ってるんですよ。だジョージ。あ、そっか。ジョージとかミノとかにめちゃくちゃタメ口で、あなた声やっていく。そうやな。そう、敬語。敬語だもん。敬語なんだ。としみつの敬語。としみつの敬語です。敬語だ。虫眼鏡は、タメ語で。もういい、うん、ああ、もう年齢ですから。そう、まあ、そうですか。やっぱこう、生きる数がなるほど、みんなとなり、糧となるからね。なるほど。あ、結構敬語で、うん。ちなみに夢丸は謙譲語敬語やん。夢丸は謙譲語だ。尊敬語ダメだ。うん、味方に使うやつを。はじめ社長、寝るじゃなくて大友ごもるっていうね。そう、大友ごもる立松なんて距離感じるな、なんか。でも確かに、哲也がはじめ社長とタメ口聞いてたらなんか、うん、確かに違和感あるよね。なんか今さら変えたくないな。うん、別に距離のある敬語じゃないから、うん、別にいいんですけどね。というわけで、生意気な敬語使えるから。はい、哲也は敬語、土蜜も敬語、僕はタメ口ということでした。イエス。夢丸は謙譲語。ちなみにリオと芝居はどうします？リオと芝居は敬語。はい、わかりました。夢丸だけだということで、はい、謎が解決しました。以上です。